GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。三浦孝太です。10エッセンシャルズ、僕にとってはなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行ってみましょう。最初のアイテムはこちら、グローブです。自分が出場させていただいている、ライジンという団体の試合用のグローブで、試合を想定した中の練習だったりとか、まあ、ミットを打ったりとか、そういう時はこちらのグローブを使っていて、でこうちょっと本格的に当てる実践的な練習の時はボクシングの大きいグローブを使って練習させていただいてます。でこの2つのアイテムがあれば、自分はどこに行っても、こういろんな練習ができるので常に持ち歩いてるアイテムです。練習は週に6回、だいたい2部練習をさせてもらっていて、本格的にやっぱ当てたりとかする練習は体へのダメージっていうのが格闘技はすごい大きいので、あんまりそういうのは週に1回だったり、試合が決まってからやったりとか、自分が見ててこういう選手かっこいいなとか思う人はいるんですけど、前例のないようなこう選手スターを目指して自分は頑張っていきたいなと思ってます。続いてのアイテムはアクセサリーです。思い入れのあるものだったりとか、なんか大事にさせてもらってるんですけど、お守りは自分のデビュー戦の時にもつけさせてもらったものなんですけど、男はつらいよ寅さんの映画の中で出てくる寺のお守りで、勝負に強い神様がいるということでお参りに行ってこう購入したんですけど、これのおかげもあり勝利できたのかなと思ってるんで、これは自分が試合を勝利した時に父親がプレゼントしてくれたもので、こうこっちの後ろに自分の大好きな言葉である Now or Never っていう言葉が入ってるんですけど、今しかないって意味で、これ以上ないチャンスが来たんで、チャンスは今しかないなと思いこう決意したっていうのもあって、今を大切にしたいっていうのをすごいモットーに生きてるんで、これもすごい大切にしています。ブレスレットは外国人の方がやってるお店で、 T シャツを買った時に これも持ってけっていうのでなんかくれたもので、今でもそのお店に行ったりして話したりとかくれたものなんで、すごい自分は大事にしていて、ワンちゃんと散歩してた時に引っ張られた時に、その反動でここがすごい曲がってしまって、それも思い出の一つかなと思って。続いてのアイテムはおじいちゃんの形見です。自分はすごい家族が大好きで、おじいちゃんが去年の1月に亡くなってしまって、形見として残ってくれていたものを自分の家族たちでこう残していこうということでもらった形見です。父親のことが大好きで、試合なんかも全部こう応援に行ってたり、父親が若い時に着ていたジャージだったりスパイクだったり全部こう金庫に入れていて、でそれ以外にもこういう時計だったりジャージの下のパンツなんですけど、こういうのもおじいちゃんが大事に使っていた手袋で、今年の冬もこれを使わせてもらって、骨を入れているものなんですけど、まあ試合の時も持っていきましたし、常に目の近くに置いています。じいちゃんはすごい優しくて、家族が本当に大好きで、その家族みんなをなんか優しい笑顔と言葉で家族みんなを支えてくれてた人なんで、格闘技始める時なんかも、まあ、孝太君のやりたいことを一生懸命頑張れっていうのを言ってくれたりとか、おじいちゃんに恥じないようにこう人には優しく、なんかおじいちゃんのような人生を歩んでいけたらなと思ってます。続いてのアイテムは写真です。部屋に飾ったりとかするためにすごい大事に持っていて、この写真とかはファンの方が自分がインスタグラムなんかに出しているワンちゃんとの写真を合成していろいろつけてくれて作ってくれたもので、自分がちっちゃい時の写真だったり家族での写真だったりも大事に部屋に飾っていて、まあ、これなんかは大晦日の試合勝った後に撮った写真を少しおしゃれにプリントしてもらったりとか、こっちもそうなんですけどしてもらったりしていて、これ自分が尊敬してる尾崎豊さんだったりとか、自分の大好きな女優さんの松坂慶子さんだったりの写真なんかもこう見つけたりしたらすぐに購入するようにしていて、なんか部屋の一部一部にこういっぱい
ぱい写真を並べて自分のモチベーションだったりとか、まあ、自分が成長してきた過程だったり思い出っていうのをプリントにして部屋のいろんなところに飾ってるという感じです。続いてのアイテムは iPhone です。ゲームをするにしたりとか調べ物をしたりで、いろんな人と連絡を取ったりとか、やっぱ一番欠かせないものだなと思ってます。最近は荒野行動っていうアプリにハマっていて、こう夜練習終わった後とかに友達と連絡して今からやろうとか言って、こうよく一緒にゲームしたりとか、あこの待ち受けの写真はこう自分の大好きなこうワンちゃんの写真で、こっちの待ち受けも自分の大好きなワンちゃんの写真で、どんな時でもこの携帯を開いた時にいつもなんか優しい気持ちになれるというか、ワンちゃんもこの携帯でチェックできるので、なんかすごい助けられてますね。 Netflix なんかも自分は iPhone で見てて、おすすめの映画は男はつらいよの27作、今日の名言は風の吹くまま気の向くまま歩きながら考えるさ、こちらのカレンダーです。このカレンダーは日によって書いてある名言が違くて、その日にちをめくってよし今日はこれを意識して生きてみようとか、こう日によってはあんまりマッチしない時もあるんですけど、自分が悩んでることを寝る前に考えてたことが朝めくったらあっていう時とかあったりして、昔からずっとお父さんが寅さん大好きで、こうテレビを見ていてずっと爆笑してるんですよ。で自分も見てみようかなと思って、こういざ見たら気づいたら笑っているなっていうことが多くて、でそこからすごいもう止まらずに全部見切っちゃったんですけど、男はつらいよって映画はすごい偉大だなというか感じますね。次のアイテムはこちら本です。寅さんの名言がたくさん書いてある本 で結構この本にもなんか常に助けられていて、なんか自分の教科書のような感じですね。こちらの本はスピードワゴンの小沢さんが紹介していたもので、こっちは雑学、とにかくなんか真面目なのかくだらないのかわからないような 雑学がこう一個一個なんか並んでいるような感じで、いろんな知識を知ったような気になれますし、でこちらはこういろんな名言が書いてあってすごい助けられたりしている本です。今後好きな人とか恋人みたいなのができた時にこういうかっこいいことを言いたいなとか思いながら常に読んでいる本です。スピードワゴンの小沢さんはなんか常に明るい人が幸せになれるような名言を常に生んでくれているというか、父親はなんか言うこと全てが名言に聞こえるというか、ちっちゃい時に言われたのは人は誰しもが絶対2世であるっていうのは言われてて、結構2世2世って言われることも多いんですけど、自分はそれを悪く捉えないようになれたのは父親のそういう昔言ってもらった言葉なんじゃないかな。次のアイテムはミルキーです。ミルキーは本当にちっちゃい時から大好きで、クッキーみたいなミルキーがあったりとか、アイスのミルキーがあったり、いろんな種類があって、そういうのは全部購入して食べるようにしてるんですけど、何よりも美味しいんで自分はたくさん食べてます。いただきます。まあ美味しいですね。柔らかいミルキーもあるんですけど、それはこれぐらいの袋のやつを1日に3袋とか4袋食べたりとかする日もあって、なんか家族とかからも聞かれるぐらい食べますね。なんでゴミ箱とかミルキーまみれになってたりとか、ライジンの前夜祭っていうのをやらせてもらった時にファンの方がすっごいでっかい袋にプレゼントをくれて、全部ミルキーで、普通の人だったら 1,2 ヶ月で食べるものだと思うんですけど、自分は2週間ぐらいで全部食べ終わってしまったので、皆さんミルキーはいつでも食ってください。うわないっすね、名前すらも知らなかったぐらいですね。はい、次のアイテムはです。結構肌が荒れやすいですけど、人の前に立つ仕事をさせてもらってるっていうこともあり、こう肌にもすごい気を使っていて、でこの化粧水はこう母親が教えてくれた化粧水で、いろんなものを試して、なんか結果結局これが一番なんか自分の肌にはいいなと。でこちらは化粧水の後の乳液、ツバメの巣っていう B
リースっていうところの会社のもので、自分の肌にはすごい合うもので、これはゼリーみたいなやつで、これを飲み始めてからなんか肌のあれがなくなってきたというか、体にいいものなんで、やっぱり練習なんかでもうその寝技の展開で首をすごい締められたりすると、こう顔がすごい赤くなってこうなんか傷とかができちゃったりとか、肌が荒れてしまったり、パンチを受けたりすることもあって、傷だったりできものっていうのもできやすくなってくるんですよ。で、汗かく量もすごい多いですし、こういう最低限のまあ化粧品だったりそういうのは気を使っていかないといけないかなって思ってるんで、続いてのアイテムはこちら、プレイステーション5です。自分は結構ゲームが好きで、お兄ちゃんとかとよくゲームをするんですけど、大晦日のデビュー戦の前日の夜なんかもお兄ちゃんのとお兄ちゃんの友達とかとゲームをやるぐらいゲームが好きで、自分はウィニングイレブンっていうサッカーゲームしかやってなくて、自分の父親のチームとかを使ったりとか、あとネイマール選手とかすごい好きなんで、パリ・サンジェルマンだったりブラジル代表を使ったりしてやってます。あ、 UAC も、たまにやるんですけど、あんまりプライベートであんまやりたくない気分の時もあって、リラックスしたりするためのゲームなんで。僕の10エッセンシャルズいかがでしたか？自分で言うのもなんですけど、なかなか個性的なものが紹介できたんじゃないかと思います。10エッセンシャルズ、三浦孝太でした。 See you!